消費 TV サブチャンネル豪華プレゼント企画、サブチャンの方の登録者が1000人達成したらあるものをプレゼントしようかなと思います。はい、そちらのグローブがバヨーこちらです。あ、光ってる、やばい、ピカピカ。今チャンネル、サブチャンのチャンネル登録、もちろんですで、そちらのサブちゃんが1000人を超えたら、こちらのグローブをプレゼントというふうにさせていただこうかなと思います。はい、で、こちらのグローブもね、まあ、コメントして、サブちゃんの方にももちろん、コメントしてもらって、はい、その中でね、コメントしてくれた方からプレゼントさせていただこうかなと思っております。4月からまた新たに翔平 TV パワーアップしていきますので、皆さん、引き続きメインもサブも、チャンネル登録、コメント、グッドボタン、よろしくお願いします。お願いします。はい、どうも、良平です。お願いしまーす。はい、本日は、ラガーズオープン戦、ひばりが丘ロータースさんとの試合になります。ひばりが丘ロータースさん、西東京一部の強豪チーム、ラガーズはどう挑んでいくのか。先頭は長年チームのリードオフマンを務めている柴田さんから。初球はストライクです。柴田さん、今シーズンここまで調子がいいのでね、どんどんバットを振っていって、ぜひ出塁してほしいです。2球目は、外の球を空振り、2ストライクとなります。でもね、ここまで積極的に振れているのでいいんじゃないかなと。はい、こちら。クロスファイヤーに手が出ず三振。左ピッチャーにね、あそこ決められたらちょっと打つの難しいですよね。はい、2番のヒロトは、ここは四球を選びます。初回からね、出塁することができましたが、これヒロトが挟まれてしまいますね。さあ、逃げ切れるか？走るぞ、走るぞ。お、意外と続く、意外と続く。これはトータルテンボスさんかなって思ったんだけれども、せっかくの出塁も牽制しとなってしまいます。3番の高橋さん、ここからチャンスを作れるか？これは低めの変化球、チェンジアップかな。いや、めちゃくちゃいいボール投げますよね。羨ましいチェンジアップ。これ三振になってしまい、3人で終了となってしまいます。ラガーズの先発は今季初先発の良平がマウンドへ上がります。この日なんですけれども、ユニフォームをストレートロングと間違えてショートフィットのユニフォーム持ってきちゃって眼内中なんですよね。そんな中、どんなピッチングができるのか、果たしてテンションは大丈夫なのかというところですね。僕サイドスローで足めちゃくちゃするので砂が入っちゃうんですよ。なのでストレートロングじゃないとなっていうのもあったんですけれども、まあ頑張っていきます。そしてキャッチャーには最近組むことが多いヒロトとバッテリーを組んでいきます。僕の特徴を分かってきたかなと思うので、うまーく僕のことをリードしてくれないかなと思っています。この日はね、外野後方にも見えるんですけれども、桜がねよく咲いてる日で、桜のようにマウンドで咲き誇れるのか、それとも早めの葉桜となって散ってしまうのか、省エネを意識してね、長い間マウンドで咲き続けられていればなと思います。僕ね、スタミナが結構ないので、そういったところではね、冬の間頑張った週2の二郎の増量効果で増えた体重でね、それをスタミナに変えていければなと思います。前回登板で四死球などの反省点が目立ったので、今回も強豪チームということもあり、胸を借りるつもりで精一杯頑張って投げていきたいと思います。キャッチャーのヒロトも頼みます。はい、まず先頭バッター、初球はインコースへのスライダーでストライク。これちょっと抜けちゃったんですけれども、スライダーで良かったなと思いますね。はい、続いてボールを挟んで3球目、こちらもスライダー、インコースのスライダーですね。この日はスライダー中心に行くのかなっていうようなリードをしてます。はい、3球目、こちらインコースのムービング系、空振りを取ったんですけど、ヒロトが弾いてファーストは、お、これはなんとか翔平さんがうまく取ってくれて、先頭を三振で切ることができました。はい、続いてのバッター、こちらは一転して外のまっすぐから入ります。2球目は一転、何を投げるのか、これもまっすぐショートゴロとなり、矢中くんがしっかりとさばいてファーストアウト。ちょっとね、強い打球だったんですけど、ショート矢中くんさすがです。はい、お次のバッター、ワンボールから外のボールを、これも矢中くんがしっかりとってファーストアウト。初回をしっかりと、まあ、矢中くんのおかげもありますが、3人で切ることができました。続くラガーズの攻撃、2番は強打者矢中くんから、これは先っぽに当たった打球がセカンドゴロとなります。続くバッターは5番の翔平さんです。早いとこで両平のことを楽にしてほしい。これは外のボールに食らいつくがファール、ワンボールツーストライクとなり、続く球はこちらも外のボール、際どいボールカットしていきます。ピッチャー四隅に投げてくる、本当にいいピッチャーなんですよ。これは大きく外れて3ボール2ストライク。追い込まれてからの翔平さんってそこまで足上げないんですよね。普段よりかも足を上げずにボールを長く見て、しっかりとね、際どいボールはカットしていくというようなバッティングをしています。はい、この球打った、ただセカンドライナー、いい当たりなんですけどね。
続いてはチームのムードメーカー滝くん、これもいい当たりだが、ただライトライナーとなってしまいます。もちろん2回も両兵がマウンドへ上がります。2ストライクと追い込んで、スロースライダー、これはセンターに上がったフライとなります。うまくタイミングを外すことができ、センターフライに打ち取ることができました。はい、続くバッター、2ストライク追い込んで、外の動く球を引っ掛けさせセカンドゴロとなり、ただこれ危ないんですよ。だギリギリセーフなんですけども、翔平さんが伸びてくれてツーアウトとなります。続くバッターも2ボール2ストライクと追い込んで、外のスロースライダー、これちょこんと当てられた打球、神田さんがファースト投げて、これも翔平さんが伸びてくれてなんとかアウトになります。この回も3人で抑えることができました。3回の攻撃はキャプテンの神田さんからになります。これは捉えた打球抜けるか、ただセンターフライとなります。もう一伸びですね。8番はチーム最年長の西澤さん、これも上げてしまいました。ライトかセカンドか、セカンドフライとなってしまいます。9番良平、自援護できるか、あ、入った。ここで良平が手を上げて、あっけなく3人で終了となってしまいます。3回も良平がマウンドへ上がります。ワンストライクワンボールから、これは捉えられた打球だが、センター柴田さんの守備範囲、柴田さんの守備にはいつも助けてもらってます。はい、続いてのバッター、これはおーくるくるくるっと回った打球を良平がしっかりと掴んでアウトとなります。お次のバッターも追い込んで、よいしょー、はい、サードライナーとなり、この回もしっかりと3人で切ることができました。練習試合ということもあり、10番に竹内くんが入ります。これはストレートのフォアボールを選び、久々の出塁となります。続く柴田さんの時に、代走の斉藤さんが盗塁成功、本当に足速い。斉藤さんがいるだけで攻め方が変わるなって思いますね。これ柴田さんの打球、フラフラーと上がった打球、ライト、うわー、うまい、相手のライトのファインプレー、これはお見事です。女房役のヒロと両兵を援護できるのか、これ牽制がボールが斉藤さんに当たっている間に、斉藤さんは一気に三塁へ向かい、これホームが出は帰ってこず、だがチャンス拡大となります。ヒロと頼んだぞ、これがワイルドピッチとなり、斉藤さんが生還先制となります。ヒット一本も打ってないですが、ラガーズ先制となります。いや、これはね、斉藤さん足でもぎ取った1点、ナイスランです。さあ、ここからヒロともう一度チャンスを作れるかといったところ、ツーボールのワンストライクとなり、お次の球はおいしょっと、これもね、変な回転がかかったピッチャーゴロ、ヒロとダッシュダッシュダッシュ、これが暴投となり、ヒロと出塁となりますが、ん？ん？何が起きた？ん？こけたな、あいつ。ファーストに戻れず、せっかくの出塁も速攻アウトとなってしまいました。続く高橋さん、ここから作ることができるか、ドレフト前、ナイスバッティング。4回に両チーム通じて初ヒットとなります。続く矢中君、これは打った打った打ったセンターオーバーの長打となります。これは一気に帰ってこれるか、矢中君走る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 、まずは高橋さんがホームイン、そして止まったか、また走った走った走った、さあ帰ってこれるのか帰ってこれるのか、ヘッドスライディング、激走でランニングホームランとなります。いやー、でかい、これね、しっかりと振っているからこそこの打球が打てる。いや、いい気持ちいいバッティングですね。続く翔平、続くことができるのか、これもいい当たり、打がサード、うまい、ファーストに送られアウトとなってしまいます。いい打球なんですけれどもね、先制してもらった後の大事なイニング、両兵大切に行きたいところ、これはインコースへのスライダーで三振となります。このキック、ここまでで一番いいボールだったんじゃないかなと思います。左バッターのインローにスライダーが集められている時はいい時かなと感じています。このボール甘いところだが、斉藤さんが下がってナイスキャッチ、いや、もう斉藤さん大好きです。お次のバッター、この日初めてスリーボールとなってしまいますが、インコースのボール、これをサードに打たせて、神田さんが魔送球発動だが、翔平さんがタッチしてくれて、なんとか3人で抑えることができました。5回の表のラガーズの攻撃は滝くんから、これはしっかりとフォアボールを選び出塁します。続くキャプテン神田さん、
歌、これはただ上げてしまいました。打撃好調なんですけれどもね、この打席は内野フライ、ショートフライとなってしまいます。続く西澤さん、これはショートにゲッツーとなってしまうのか。おっと、でもショートが弾いて、ただファーストはアウト、ゲッツーにはならず、よかったなと。ランナーも進塁できました。さあ両兵、追加点を取ることができるのか。これはそこまで転がってないが、滝くんナイス判断です。ツーアウトだからチャンス、ここで自援護したいところだが、これは大きく外れてワイルドピッチとなり、滝くんが帰ってきます。さらに1点を追加します。さあ両兵、ここからまた作ることができるのか。インコースの球見逃してフォアボール、これでまた出塁します。続いては俊足高打の斉藤さん、これはセーフティー、ただピッチャー前となってしまいます。ただこれ足速すぎてファーストギリギリなんですよね、本当に足速い。ここで皆さんお気づきでしょうか、なんとここまで一応パーフェクト中なんです。このバッターサードゴロ、ただやっぱね、言うとダメなんですよね、パーフェクトとかって言っちゃうと。ノーヒットノーランもそうですけど、記録途絶えやすいですよね。ただここからずるずると行きたくないところ、これは内野フライ、難しいところだが、松井くんが、おお、ナイスキャッチ、助かりました。難しい打球をしっかりとキャッチ。はい、お次のバッター追い込んでから、これがねちょっと力んじゃうんですよね、スライダーを力んでしまい、ワイルドピッチとなってしまいます。まだ遊べるところだったのでちょっともったいなかったですよね。はい、お次のボール、外の動く球、これは内野フライとなり、サード谷中君がしっかりとキャッチしてツーアウトとなります。なんとかここで切りたいところですが、これも外のボール、ピッチャーゴロ、しっかり打ち取ってファースト送球アウト。この試合初のピンチを抑え、無失点で切り抜けます。時間的にこの回が最終回、先頭は柴田さんから、これは詰まった打球だがライト前に落としてヒットとなります。振り抜いてるからしっかりと落ちるようなバッティングですね。で、ランナー2塁に進塁し、バッターはヒロト、これは打った、ただうわ、うん、まあ超ファインプレーですね。ヒロトもナイスバッティングなんですが惜しい。はい、続く高橋さんの打席、お相手のキャッチャーの素晴らしいブロッキングでランナー進塁はできませんでした。ベース前のバウンド止められるのは本当すごいですよね。これ高橋さん打って内野ゴロだが、これはサードのエラーで出塁となり、ワンアウトランナー1、2塁となります。ここで迎えるは先ほどホームランの谷中くん、これがワイルドピッチとなり、ランナーそれぞれ進塁、チャンスをさらに拡大します。さあ谷中くん、ここでまた強烈な一発を打てるのか。これはサードボテボテとなってしまいます。だがファースト送球の間にサードランナー柴田さんがスタートを切ってホームイン、さらに追加点を奪うことに成功します。続いて翔平、ここまで2打席いい当たりが続いていますが、打ったこれはショートの横を抜けてセンター前ヒット、3度目の正直でようやくヒットに、コンパクトにシャープに捉えてセンター前へ。いい当たりが続いてたので今日必ず1本は出るだろうなと思ってたんですが、チャンス、美味しいところで1本打つことができました。続く滝くんも2打席連続のフォアボールで再びチャンスとなります。そして神田さん、この打球外野に抜けて長打コースへ、これで翔平さんが帰ってきて、さらに1点を追加します。そして滝くんも帰ってくるのか、よいしょ、ホームイン、2者生還でさらに追加点となります。いやー、ナイスバッティング。続くは途中出場の松井くん、シャープなバッティング、さあどうだ、これはおっ、いい当たりだがピッチャー弾いてファーストは一発アウトとなってしまいます。ただセンター返しのナイスバッティング。最終回のマウンドには谷中くん、ノーノー継続中の両兵はバテて交代となります。自慢の剛腕で試合を締めくくれるのか。これはレフトに上がった打球、斉藤さんの守備範囲内でまずはワンアウト。続くバッター、ワンボールからドンと、これはサードゴロ、ヒロトがさばいてしっかりとステップを踏んで一塁送球アウト。ヒロトも魔送球の持ち主なんですけれども、しっかりと改善されてますね。さあノーノーリで達成なるか。これはボテボテのあたり、やばいぞ。ただ神田さん前に出てファーストアウト、ノーノーリで達成です。この試合は四死球ゼロ、打線もつながり、いい試合ができたのかなと思います。ひばりが丘ロータさん、ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。 Yeah!
翔平 TV 2022年版 T シャツ&スウェット販売、購入リンクは動画概要欄にあります。チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。2万人3万人4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は必須でお願いします。